福山第一劇場とは、広島県福山市東町二丁目にあった劇場である。ヌードの殿堂、ストリップの殿堂として認知されていた。縄文は丸に三つかしは、本劇場の閉館により、かつての第一劇場グループ六館は、広島第一劇場を残すのみとなった。大衆演劇の劇場として創設され、その後、ヌード専門劇場へ転換された。 南西方向2011年1月21日、南西方向2011年1月21日本、舞台と、花道2011年2月20日1回に出入り口、ロビー、客席、舞台、事務所があり、2階が、登校3階が楽屋であった。楽屋口はなく、ロビーを通過しなければ、楽屋へ行けなかった。ストリップ工業のために、 本部隊中央から伸びる花道と回転本を新設していたため、下手の花道は使用されていなかった。2階にも客席が存在したが、ヌード専門劇場となってからは、もっぱら投稿室として使用されており、観客の立ち入りはできなかった。ロビー内には、過去に出演した踊り子の宣伝材料などの写真が壁中に貼り出され、休憩時間に眺める客も多かった。 通常工業では踊り子一人の持ち時間が30分と他の劇場に比べて5分以上長く曲を増やして対応する踊り子が多かった。またフィナーレがないため交番にかかわらず控え時間が分断されない面があった。閉館直前は3交番であった。入場するごとにスタンプが1個押され10個の枠いっぱいになったものを 次回の入場時に提示すると無料で入場可能となる。有効期限は1年間であった。福山市の繁華街から遠く離れた立地で周辺は住宅地であった。閉館から約3ヶ月経った2011年5月から解体工事が始まり6月末までにさら地となった。その後8月にコインパーキングとなった。JR 福山駅より徒歩8分。 ありがとうございます。